では前任死亡です。続きをプレイしていこうと思います。そりゃそうだろうな。で？しかし、さっきも言った通り、彼にはやらなければならないことが。だから何なんだよ、それは。ディオさんが部屋を訪れた理由は、ナイフの回収でしょ。二つありました。一つは、青のソロ版。アリスさんのバングルを手に入れるためです。あ、それか。なるほど。それがなければ、キーペアのディオとケイは、白の第二扉を開けない。だからか。ところが室内に、青のソロ版は見当たりませんでした。当然だ。その時にはすでにファイが回収済みだったからな。そこでディオさんは、二つ目の仕事に取り掛かることにしたのです。アリスさんの胸から、ナイフを抜き取ること。それが、彼があの部屋にやってきたもう一つの目的になります。どうしてやつはナイフを、老婆を殺した時に使ったナイフだからか。いいえ、違うと思います。だったらどうして。彼は多分ナイフの刃の部分を他の人たちに見られたくなかったのでしょう。最初にナイフを AB ルームの間に隠したのもおそらくそのためです。歯の部分覚えていませんか。そこにある名前が刻まれていたの。クレイドールズ。クレイドールズってやつか。そうです。一体何なんだクレイドール。あ、そうか、このここだとそれ知らないんだね。彼が所属していた組織の名称のようです。組織。はい。何の組織だよ。それが実はよくわからないのです。わからない。ええ、まあ、フリーザソウルの、うちの中の実行部隊ですね。クレイドールズは。反社会的組織。そういえば奴がこの施設に侵入してきたのはゼロの計画を阻止するためだったよな。はい。ってことは、おい、ちょっと待ってくれ。もしかしてディオは本来俺たちにとって味方となるべき人物だったってことか。っていうわけでもないよな。どうなんだろう。まあ、味方ってわけでもねえよ。それはどうでしょう。敵だな。一番の敵だな。彼は4人もの人間を殺してるんですよ。それでも味方だと言えますか。確かに。そうだな。ああ、ややこしいな。敵の敵は味方っていう単純な論理は成り立たないってわけか。続けてもよろしいですか。まあ、ディオに関して言うならば、まあ、敵だな。ひとまず先を引こう。その後、ナイフの回収を終えたディオは、アリスの所持品を調べたらしい。特にこれといった目的はないようだったと、ルナは言った。単に使えるものがないかどうかを適当に探ってみただけだったようだ。そこで、彼は K のボディースーツを、これね、このプラグ、見つけることになる。それを持ち去ったことにも、あまり深い意味はなかったらしい。少なくともルナの目にはそう映ったようだった。0時13分。ディオ退出。ケイさんが水色の扉を開く音を聞いて、ディオさんは慌てて部屋を飛び出していきました。彼が向かった場所は、医務室です。四つ葉さんがそこに駆け込んでいくところを見ていたので、彼はその後を追ったのでしょう。なるほど、その後は、あれが、あの出来事になったわけか。室内には AED を抱きかかえた四つ葉さんがいました。四つ葉さんはさっきと同じように黙ってディオさんの傍らを通り過ぎようとしました。するとディオさんはその肩を掴んで彼女を引き止め、こう言ったのです。おい待て、そんなもん抱えてどこに行くつもりだ。まさかルナを蘇生しに行こうってんじゃないだろ。どうしてそんなことをする必要がある。ルナを殺したのはお前なんだろう。ルナの話によると、この後ディオと四つ葉は激しく揉み合いになり。ふざけんじゃねえぞこのアマ。ディオは懐からナイフを取り出すと、その切っ先を四つ葉の喉笛へと突きつけたらしい。それはついさっきアリスの胸から引き抜いてきたばかりのナイフだった。とそこに姿を現したのが
天明寺か。なるほど。な、何をしておるんじゃ、ディオ。うるせえ、ジジイはすっこんだろ。貴様。天明寺が燃えるような雄たけびを放ち、ディオに向かって飛びかかっていく。ジジイって言われたから。ディオはそれをひらりと避けると、ナイフを振りかざして天明寺の眼前へと迫った。ナイフを握りしめたディオの手。天明寺がその手首を右手で掴む。てかまあ、2対1だから、ディオ不利だと思うんだけどな。そしてもう片方の左手で、彼はナイフの刃を強く握りしめたのだった。すでに天明寺は手負いのみ。その後のディオの猛攻を防ぎ切ることはできなかった。そっか。やがて彼は力尽き、床の上にパタリと倒れ伏した。どうするつもり？そうだ。こうしてみるか。なるほど。どん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 エスカレートしていって。いい眺めだ。なかなかお似合いだぜ、お前。なんなのよ、これは。見りゃわかんだろ、手錠で拘束したんだよ。そっか、じゃあなんか今思えばさ、 B 階の倉庫で二人を探しに行かないととかいう、ああいうモンドあったじゃん。あれはどんな気持ちでディオは聞いてたんだろうな。殴り殺しにでもするっていうの？そんな下品な真似はしないさ。じゃあ一体なあ、四つ葉、天明寺、ここで一つ賭けをしようじゃないか。賭け？白の第一扉が開くまであと20分とちょっとだ。閉鎖されるまでだと25分と少しってことになる。いずれにせよ、それまでに誰かがこの部屋を訪れたら、お前らには助かるチャンスがあることになる。だがもしも誰も来なかったら、その時にはペナルティ。そういうことだ。まあせいぜい叫び声でも上げて助けを求めるといいさ。もっともこの建物の全ての扉は二重扉になっているようだから、よほど近くに来ない限り声が届くことはないと思う。うわぁ、なんつうひどいこと。というわけで、俺は一足先に B 階の倉庫に行ってるぜ。残りの20分たっぷりと楽しんでくれ。じゃあな。結局この25分の間に誰かが医務室を訪れることはありませんでした。これこの時ってルナって動けたのかな。誰かと言ってもこの時点で残っていたのはディオさんを除けば3人しかいなかったのですが、まあ、ケイとファイとシグマ俺とファイとケイだ。そうです、あの時シグマさんたちはキャビンの2号室にいましたね。ああ、動かなくなったルナの。当時はまだ死体だと思っていたその体を発見し、K から事情を聞いて、さらにアリスの胸からナイフが抜き取られていた件について意見を交わしていたんだ。まさかあの時に、すぐ近くの医務室でそんなことが行われていたとは。ああ、なんかそれ戻って助けたい気持ちあるな。とにかく無情にも、二人は手錠によって拘束されたまま、制限時間を迎えることになってしまいました。白の第一扉が閉鎖される時刻、二人の体にはまず第一段階目の薬剤としてマンドレインが注射されることになりました。麻酔ね、例の麻酔薬だな。はい、薬はすぐに効き始め、二人の意識はおぼろげに。その時になって四つ葉さんはいよいよ死を覚悟したのでしょう。それで、あのディオって残したんですね。ダイイングメッセージを書き残すことにしたのです。シグマさんがおっしゃった通り、右手の人差し指で左の腿に天明寺の血を使ってディオと記した。そうです。
気づいた時にはもう遅かったけどね。最後に娯楽室で起こった件についてお話ししましょう。とはいえ特にお伝えすべきことはないのですが、先ほどのシグマさんの推測でほぼ間違いないのです。ほとんどその通りの出来事が起こったと、そう考えていただければと思います。まあ、ディオが K に対して斧を振り下ろし、その後 K はディオに対して槍を、まずあの部屋で K がディオのバングルにルミノールスプレーを吹っかけた。もはやどうにもならないと悟ったディオは K の背中めがけて斧を振り下ろした。K は致命傷を負いながらも振り向きざまに槍を手に取り、ディオの腹部に突き刺した。その結果があれか。はい。この時どうなんだろう、 K もちょっと記憶取り戻してたのかな。よくもあのローバーをつって。 K はいつルミノルスペルを手に入れたんだ。白の扉の先にある部屋、所長室を抜けた後のことになります。てかそうだよね、 K はさ、その我々よりも先に天明寺と四つは多分見つけたんだろうね。 K さんとディオさんは A 階に戻り、他のみんなを探し始めました。まずはキャビンを捜索し、その次に医務室へ。気づいたのか。入ると同時に二人は四つ葉さんと天明寺さんの変わり果てた姿を目にすることになりました。なるほど、その時ディオは知らばっくれていたことでしょうが、もっともディオさんにとっては驚くべきことではなかったでしょうけれど、とにかくそこで K さんは天明寺さんの所持品を調べ、その時にルミノールスプレーを見つけたと。そういう。まあ、大体分かりましたね。これがこの施設で起こったことのすべてです。何か質問はありますか？もちろんある。束ねて売り飛ばしたいぐらい。何でしょう？まずクオークのバングルについてだ。あれ、あーそうだね、どうして医務室にあったんだ？もともとは天明寺さんが持っていたのです。天明寺はだから先に見つけてたんだな。それがディオさんから暴行を受けた拍子にポケットから転がり落ちて。なんで天明寺がクオークのバングルを？私がそのありかを教えたのです。え、いつ？シグマさん、娯楽室でファイさんと一緒に天明寺さんと話した時のこと覚えてますか？ああ、あったね、ルミノールスプレーを吹きかけられた時のことだろ。覚えてるよ。そのすぐ後のこと、娯楽室を出た天明寺さんはクオーク君の姿を探し求めて緑の扉の先へと向かいました。その通路の突き当たり、扉の開閉装置が設置されたところで私は天明寺さんと出会ったのです。私は彼に向かってこう言いました。天明寺さん、見てください、中央の扉のロックが解除されてるみたいですよ、と。なるほどね。彼は慌てふためいた様子で扉の先へと飛び込んでいきました。確かそこは治療室だったよな。はい、クオークが眠ってた場所だ。そうです。天明寺さんもすぐにそのことに気がついたようです。彼はクオーク君が収容されていたポットにすがりつくと、その場でおいおいと声を上げて泣き崩れました。もちろん安堵の意味でだよな。はい、ポットのモニターにはクオーク君のバイタルサインが表示されていました。まあ、しかもバングルも外れてるしね。それを見ればクオーク君が生きていることは一目瞭然だったのです。そのポットのすぐ脇のところにクオーク君のバングルはありました。天明寺さんはそこでクオーク君のバングルを手に入れたのです。なんでクオークのバングルは外れてたんだ？でもコールドスリープで外したのです。外せんの？どうやって？アルミホイルを使って。え？
何アルミホイル、そんな簡単に。それってキャビンにあったやつか。よくご存知ですね。ではアルミホイルが電波を通さないことも。何、そんな方法があったのか。なんだって。心臓にはわずかな電気が流れてるの知ってるかな。ところで電気が流れてるってことは当然そこから微弱な電波も放たれていることになるわけで。そういうことか。まあ、それをじゃあかませば、その君たちのバングルはその電波を拾ってるんだよ常に。まさかアルミホイルを使えば心臓から放たれた電波を遮断できると。ええ、バングルを覆い尽くすような形で左の手首に巻きつければ。そんな方法があったのか。そうすれば一時的に心停止したのと同じ状況を作り出せるっていうのか。じゃあもうその何、この物語が始まった冒頭ぐらいでさ、まあ、キャビンに行ったあたり、キャビンラウンジ、序盤でもうすぐ外せんじゃん。そうです。ねえ。そんな単純なことだよ。とにかく私は、その方法を用いて、クォーク君のバングルを外しました。ああ、コールドスリープ使ったのかと思った。外したそれを、ポットの脇に置いておいたのも、私です。待て、そもそもクォークはどうしてポッドの中にいたんだ。それも同じです。彼をポッドの中へと収容したのも私なんです。ああ、まあそんなこったろうと思ったけど、それは一体いつ。最初にクォーク君を捜索していた時のことです。ゴーレムルームの入り口付近に倒れているのを私が見つけて。ああそうなんだ。それで治療室に運び込んだと。はい。それじゃあ治療室のロックを解除したの。いいえ、それは私ではありません。誰。私にはこの施設の重要な設備を操作する権限は与えられていないので。え、じゃあ誰だってことは、またしても、ああゼロか。そういうことになります。お前のその体再起動したのもゼロウサギなんだろ。だから訳がわからんな。一体奴は何を考えて。そうだね、目的が。というか、違うのか。奴は老婆とゼロボスの指示に従って動いていただけで。だとすると、すべての鍵を握っているのは、あの老婆とゼロボスということになるわけか。そうなんだけどさ。まあ、当然といえば当然だが。まあ、全部意味があるんだろうけど、まあ、そろそろ聞かせてくれないか。何をですか。決まってるだろう。計画のことだよ。あ、でもそれは答えられねえんだろうな。この施設内で起こった全ての出来事は計画と関係している。まあ、ついでにゼロボスのことも教えてくれねえかな。例えば俺たちがここに閉じ込められたのはなぜだ。ノナリーゲームをしていただくためです。そのノナリーゲームは何のために。計画のため。計画って何だ。計画って何なんだ。じゃあアリスが自ら命を絶った理由は。アチカル6に感染していたことが原因です。どうして彼女はそのウイルスに。老婆とゼロボスが感染させたからです。なぜ感染させたんだよ。なぜ。計画のために必要だったから。本当何なんだその計画。ところで、もしもアリスが自殺しなかったら、どうなっていただろう。私が四つ葉さんに疑われることはなく、注射銃が誤って撃たれることもなかったと思います。するとどうなる。私は倒れず、リオさんがその姿を目撃することもなくなり、結果的には、医務室での脅迫事件も発生しなかったことになるでしょう。つまり、四つ葉と天明寺の二人が亡くなったのも、元をたどれば計画のせいだったと言えることになるわけだ。はい。というか、そもそも二人の命を奪ったのはハイメトリンという禁止管薬だ。そ
それがバングルの中に仕込まれていたために2人は息を引き取った。そしてそれはノナリーゲームの設定上必要不可欠なものだったと。だとするとそのやはりその意味でも2人は計画のために命を失ったと言えるんじゃないか。ええ、そういうことになるかと思います。次はケイとディオの件についてだ。2人が差し違えることになった原因とは何か。ことの発端はディオさんが老婆を殺害したことにあります。この犯行の発覚を恐れたためにディオさんは先手を打ってケイさんに襲いかかっていったのです。そもそも老婆が殺されなければいいわけか。ということはディオがあの老婆を殺しさえしなければオラクシスでの一件も起こらなかったことになるよな。はい。ちなみにさ、水色の、一番最初に水色の CD をアリスと一緒に通ってで探索していく感じだと老婆のことって問題にならないんですよ。爆弾、その代わり爆弾騒ぎが起きることになるんだけど、そこだと老婆って死んでないことになるのかな。どうなんでしょうね。絶対老婆は死んでることにはなるのかな。プレイヤーの一人になり変わるためです。その目的は計画を阻止するため。それじゃあ逆に老婆が自ら進んで命を差し出すような真似をしたのはなぜだ。それもやはり答えは同じです。計画を遂行する上で必要だったからだと思います。やっぱだからよくわかんないよね。この施設の中で6人もの人間が命を失った。そのうち4人を殺したのはディオだ。したがってディオこそが諸悪の根源なのだと一見思いがちだが、実はそうじゃない。6人は全員計画のために。いやまあそうだよね。そもそもここに入ることがなければ死ぬことはなかったんだから。だとするとその計画を立案した人物、老婆とゼロボスこそが本当の意味での犯人ということになるんじゃないか。まあそりゃそうだ。さあ教えてくれるな。計画とは一体何なのか。あの老婆は何者で、ゼロボスの正体とは果たして誰だったのか。一番気になるやつ。シグマさん、抱きしめてもらえますか。え？それ答えになってないぞ。なんでだ、ルナ。どうした？え？なんか意外にこう見るとなんかシグマなんか中年太りしてないか？違うか？意外にふくよかな感じがする。ルナが俺の胸に顔をうずめてくる。俺は当然のことに戸惑うばかりで、何もしてやることができなかった。所在なく垂れ下がった2本のカイナが行き場を求めて宙をさまよう。手のひらを開いては閉じ、開いては閉じ、そんなことを何度も繰り返して高ぶる鼓動を沈めようと努めた。ことなく、胸に熱い雫の感触を覚えた。泣いてるのかルナ。してるとなんだか落ち着くんです。はあ。ルナはルンダと息をこぼしながらそう言った。俺は彼女の髪にそっと手を添え、優しく慰めるようにそれを撫でた。とその時、おいどうしたんだルナ。これは、なんだこれ、どういうことだ。すみません。この体に改装された ABT、人工生体組織は、細かい筋繊維によって固定されているのです。それが、筋弛緩薬を打たれたことで。ああ、そういうことか。もういい。わかった。わかったから何も言うな。ああ
そんなことはないけど。これが私の本当の姿です。私はゴーレム、ただの泥人形、人の手によって生み出された機械の塊に過ぎないのです。いやでもルナには心があるでしょう。明らかにあるでしょう。俺は何も告げずにルナの体を抱き寄せた。きつくきつく抱きしめて彼女の髪に鼻先をうずめた。シグマさん、最後まで私のこと信じてくださいましたね。ああ。こんな風になってもまた。当たり前だろ。俺はお前のことを信じてるよ。ありがとう。ありがとうございます。いやむしろルナがさ、俺までたくさんシグマのことを信じてくれてたからさ、まあ、それで助けられた場面もあっただろうし。ずっとこうしていたいな。シグマさんの腕に抱かれたままずっとずっと。でもそろそろ時間が来てしまったみたいです。時間？私は二つの意味で重大な罪を犯してしまいました。先ほどシグマさんはこんな風にお尋ねになりましたね。お前のその体、再起動したのもゼロウサギなんだろうって。実は違うんです。あ、違うんだ。自分の意思なのかなそれ。私は自らの意思によってこの体に電源を入れたのです。自分の判断で。ゼロウサギの機能を構成するシステム、そこにハッキングを仕掛けて奴の中に潜り込んだっていうのか。そうです。すげえじゃねえか。これが一つ目の罪になります。そして二つ目はなんだかわかりますか。なんだろう。私はやろうと思えば四つ葉さんや天明寺さんを救うことだってできたんです。まあそうだよな、それはちょっと思った。そうすればKさんとディオさんが殺し合うこともなかったでしょう。さらに言うとアリスさんの自殺も、全ての発端である老婆の殺害も、全部何もかも阻止できたということになります。つまり私には計画を根本的に打倒する能力があったということです。まあその時の状況がありますからね。けれど私はそれをしなかった。これが私の犯した二つ目の罪。私は三原則の第一条を破ってしまったのです。怖かったんです。私は自分の存在が失われてしまうのが。言うまでもなく、ゼロウサギのシステムを乗っ取ることは重大な規則違反です。この命令に背いたゴーレムは危険な存在として処分されることになります。ああ、そうか。まあ、じゃあやっぱだからそれを恐れてみんな逆らわないよね。体の操作権限を剥奪されるだけでなく、メインコンピューターに格納された記憶も思考プログラムもごっそり丸ごと消されてしまうのです。まさか、まさか。それじゃあ、ええ、私の存在は間もなく削除されます。ゼロウサギの自己修復プログラムが完了するためです。そうなったらもう二度とこの意識が再生されることはないでしょう。今だけなんだ。そんな。私は6人もの人々を見殺しにしました。これは当然の報いです。違う、それは違うぞルナ。お前が初期段階で計画を阻止していたとしても、その道お前の存在は抹消されることになっていたはず。
だとしたらこれは報いなんかじゃない。罪のない人間に対する横暴な処刑だ。人間。シグマさん、ありがとうございます。ルナのことを人間として。私、シグマさんと出会えて本当に良かった。ルナ、ルナ、大丈夫だ。俺が守ってやる。心配するな。俺が絶対に守ってやるから。だから。残念ですが、もう時間が来てしまったみたいです。わあ、これ切ないね。善人志望です。これまでやってきたけど、これが一番切ない気がする。こんな風に、あなたの胸に抱かれて死ねるなんて、私、幸せです。ルナ。博士、博士、博士っつった。問い返したが、彼女が答えることはもうなかった。俺はいつまで経ってもその場を離れることができず、ただ静かに彼女の体を抱きしめ続けた。やがてオルゴールの音が途絶えた。後に残されたものは冷たい静寂と胸に染みるような雫の感触だけだった。